今までやってきた、せっかく自分がやってきたことを忘れちゃってると思うんですよ。多分それはあると思うんですけど、自分もやる気がついたんですけど、まあそれをただ一皮向ければというかね、超えればまた何か見つけていくんでしょう。何かも向けますよね、ブルースラーはね。ちょうどこう一皮向けたてという感じの井上貴子でしょうかね。今非常に乗っています。はい、あのなんだかなんとかてめえとか言ってましたよね今。あの意地悪な顔がいいんですよ。さあそしてこの四文字の攻防、2人ともきつそうですよね。あの見るからにね、あのトヨタ選手も、トヨタ選手も貴子選手も、はい、なんかきつさの勝負って感じですね。なるほど、どっちの方が根性悪いかプロレスで勝負つけるという、あっとさあ闘志むき出し、なんともふてぶてしい表情。でもこういう顔をもっと出せばみんなもっともっと井上貴子のこと好きになると思いますよ。はい、優しい選手なんかね、魅力ないから。なるほど、まあ、ファンもねその辺のことよく分かっていました、ね、最近のこの井上貴子の闘志むき出しのファイトに非常に熱い声援が送られているわけなんですけれども、今日のトヨタはちょっと違ったことやってますね。そうですね、うん、こういう裏アクセス権とか、うん、あんまり出さないですもん。意外ともうハイスパーでボン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 来るタイプですから ね、 ただね、はい、プロレスそのものは非常にしつこいんですよね、トヨタって。あ、なるほど、ええ、それでいいですか。早いですいや、まあ、早いですけどね、ネチネチしてますよね、なんとなく僕ら見る側ですから、やっぱり。なるほどね、僕が集める側ってやっぱり決まりますよ ね、 ね、トヨタのシングルっていうのも東京では久しぶりです ね、 ね、やっぱりいつも山田とのコンビを見てますからね、はいはい、さあそのあたりもシングル戦でどういった戦いを見せるのか、まあ、今まででしたらさあ釣り天井に行きました。おっとこれはきれいに決まっている、これはかなりきれいに決まっている。さあ高田と釣り上げましたロメロスペシャル。あの井上貴子はずいぶん前半戦アピールしましたから、はい、トヨタもようやく声が出てきたっていうかね。なるほど、触発されてね、行くぞーっていうのがね、はい、確かにエンジンのかかりは井上貴子が早かったんですけれども、さあこの辺りからじりじりと本領を発揮してくるのか豊田真奈美。さあ必要に膝そして足、あすごい、あっとこれはこれはすごいですよ、これは具体的にはどこが膝ですか、はい、膝とあと膝の裏ですか、ピーンと入っちゃうんですよ、足って感じで、あの伸びてる方の足も、はい、あそうです、膝のお皿を押さえてありますもんね。あなるほど、きついですよかなり、さあかなり、あっと、あっとこのまま体を預けて、あしかも同時にホールだ、うん、さあこのあたりこれは高子戦に合わせて、うん、合わせてというかこういうなんていうんですか、締め上げる粘っこい攻防に持ってってるんでしょうか。センターいい、しかし返しまだ、さあもう一回返した、あガッチリと固めているか、カウント2、うん、結構タイトですね、はい、さあ今日はまあシングルマッチが比較的多いんですけれども、それぞれまあ個性のあった非常にいい試合になっております。さあそしてあ鎌固めの体勢、ブリッジはいつもいつ見ても綺麗ですね。試合がトヨタ色になってきましたね、なんだね今の展開では、はい、しかしこのまま引き下がっている高子でもないでしょう。どっちかというとですね、はい、この両選手とも髪の毛長くしてますよね、はい、だけれどもトヨタ選手割と髪の毛がかぶさりますから、顔ってそんなによく見えないんですよね、はい、技の方で見ちゃうんですよ、どっちかというと。 なぜか井上貴子の方は顔の表情よくわかりますからね髪型のせいですかね、そうですね、分け方っていうか、そういえばそうですね、しょっちゅうこう見せてみますか、髪を描き上げて意識的に、さあそのままホールの体勢。ちょっと前だったら、はい、なんとなくね、ほんの少し前ですよ、トヨタ選手と井上貴子選手の格の差っていうのは結構歴然としてたのに、うん、このシングル戦でしたらね、試合前だったらもうなんとなく五分の試合してますね。なるほど、さあ今のも少しか返して、こんなキック、さあこの辺りの投手も
もう今までにはね、今までにはなかった、はい、嫌がっちゃいましたもんね。さあそしてこれはどう持っていくのか。さあ後ろにそのまま、おっと体育が長い、ダブルアームスープレックスからそのまま試合時間10分経過、あっという間に10分、気がついたらもう10分経過のコールがありました。さあそして今度は首を固めに、さあなんともこの井上貴子のふてぶてしい表情が本当に板についてきました。さあ今度は首をぐいぐいと締め上げます。貴子選手左膝相当たくさんテープしてますよね。はあ、ぐるぐる巻きですね。この辺の、そしてすでにもうテーピングのも切れてきてますので負担がかからなければいいんですが、さあしかしこの首をやっと離しまして、さあ何に持っていくのか。おっと、ね、レフリーにどけと言っていう声が聞こえたでしょ、今は戦こうなんですね。そうですね、ちょっと油断してるとすぐなんか流れが変わっちゃう。そうですね、まあ、確かにこのところトヨタ山田組のねアタックもちょっと制裁を書いてる部分っていうのがありましたので、批判を浴びてるっていうかね、